タカラトミー、バッキンガム宮殿、オホーツク海、ヘアジャム。さてはアンチだなおめえ。皆さんチェース、ムメイです。はい、今日もね、楽しく、シオドラ実況やっていきまーす。というわけでね、今回はね、チュートリアルで、中型をね、選択されると思うんですけども、そのね、リザードマンとオーク、この2体で、固定でね、行く、ソロリーグです。まあね、勝率というものはね、考えていただかない方がいいです。もうね、何回か今やってんですけどね、全く勝てないので、はい、結構没動画になりそうな予感がするんですけども、ほらもうね、相手がね、レッドドラゴン、ね、アビリティついてるけれども、こっちはね、リザードマンとオーク。なかなかトリッキーな札できてますね。さあやっていきましょう。もう、これはね、勝率とか気にしないで楽しんでいく。それが大切だと思っている。まあね、ここね、違うな。おじさんハウス引いてきたんで、奥の鳥でも取りたいところですね。というわけで、まあここを打ちましょう。打ちましょう。取れるよ、これ。で、ここを守ります。ここ守ります。ここは多く出しましょうか。そして、下にはゴースト。ゴーストが飛んできた。待て。レドラがね、きついんですよね。レドラがきついんですよね。なるほど。1、2。せい。さあ、レドラ、なんか入ってくんねえかな。1、2。はい。ほう。これでね、倒れてくんないかな。とか思ったり。する。いや、焼き尽くされてんねえ。まあ、レドラ上に来て、おじさんで倒してもらうっていうのもありなんだけど、全然ね、こっからだとね、進展しないんですよね。いいよ。まあ、おじはね、レドラの攻撃あんま食らわないっていう特性があるんですけど。まあね、これ、まあ、受け身になってんのもあれなんで、取りに行きましょう。取れるよ。なに？ウィッチじゃねえな。なんだこれ？でっけえウィッチだな。リリスが持ってきてましたね、相手。さあ、きついぞ。さあ、きついぞ。これ取れんじゃない？おっと！スルーしていく。まずいぞ、これ。もうね、なんかリリス無視した方がいいんじゃない説がね、出てるんですよね。はい。頑張って。俺の奥。入る！いいよ！いいよ！いいんじゃないですか？いいんじゃないですか？いや、これ初勝利だよ、これ。この固定初勝利だよ、今。やばいやばい。この固定初勝利ですよ、俺。やばい、楽しい楽しい。まさか勝てると思わなかったんだけど。やば。嬉しいな。めっちゃ嬉しい。大変ありがとうございます。まさか勝てると思わなかった。いや、全部ね、この動画撮ってる時、まあ、多分全敗すんじゃねえかなぐらいのね、勢いで今撮ってたんですけど、勝てた。しかも18もらえる。いや、あのね、今、マジでね、強 P 減ってて、もうね、1000前半とかになってるんで、もうやばいっすね。もうこの固定でやりすぎて、もう、負けまくりみたいな。負けまくり。はい、2戦目ですね。相手がゾンビ。で、ゾンビなんで、まあね、リリスと、リリス、キンバッチ、キメラ、引いてきました。まあね、俺がこの固定にしてる中では、まあいいと思う札だと思うんで、勝ちにね、こだわっていきたいところ。いや、オークにね、リザードマンって謎すぎるからね、これを引いてくる人まずいないからね、絶対に。シャッフルでね、リザードマンとオーク一緒に引いてきた時には、ゴッドクラスで OK 出す人いないですからね。俺よく頑張ってるよ、俺。やばいぞ、相手、ヌボ持ってんじゃん、俺。ヌボボってな、え？あ、オークに強くねえもんな。取れる。さあ、リーダーリザだったらね、この、こいつにも倒れる、倒せる。はず。まずいぞ。待って。よしよしよし。よしよし。急ごう。先急ごう。後ろは、こいつで。もう知らん。爆落ちぶっぱ。いや、なんでリリス死んでんだよ。いや、もう知らん。もうね、ゾンビとか知らん。ゾンビとか知らん。前に進む。ただそれだけ。取るな、取るな。俺の領地。俺の領地。よし、取れる。いいよ。オッケーオッケーオッケー。これ行ったろ。行った行った行った。これも勝った、これも勝った。多分勝った、勝った、勝った。
これ分かった。よし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 。まさかね、いや、この札でね、勝てるやつ多分いないと思うよ。頑張ってるよ、俺。よし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 。対戦ありがとうございます。いいですね。リザードマンがね、結構仕事してくれてる。あのね、鼻噛みたいんでね。ちょっと鼻噛まして。え、こんなもらえる？再戦来るよね。再戦来るよね。はい、次の試合。ゾンビ。またアビリティゾンビで来ましたね。まあ、というわけでね、アビリティゾンビなんで、まあ、ゾンビを止めれるような札で来たい。これでいいや。止めれるかどうかは別として、まあ、いいんじゃねみたいな。いいんじゃねみたいな。いやー、相手がゾンビの時はね、あんまり剣士を出したくないところなんですよね。さあ、やっていきましょうか。相手がね、剣士だけでいいのかな。相手が剣士だけだったら嬉しい。でね、雲なんで、なるべくね、二つ目は取っていきたいですね。大砲撃つ。大砲撃つ。まさかね、オークリザ固定だと思う。うわあ、これまずいな。これ取られるんじゃないかな。やっぱり来た。やっぱり来たよ。やっぱり来た。よしよしよし。もうちょい引き込みたい。よしよしよし。まずい。まずいね。まずいね。射程長すぎるぞ。あ、これ負けたぞ。これ負けたぞ。これ、アビリティゾンビにね、なすすべなく終わるってやつ。やーべえ。無理だ。無理ゲーっすね、これは。ちょっと、もう、きついぞ。きつすぎる。僕ね、コストがあるんだけどね、もう、ダメすぎるんだよね。さあ、頑張ってくれ。痛い。さあ、これで。こっからは、リザ重ねで、倒せ、いいよ。あ、クレフラがいるね。きついですね。無理ですね。食われたね。てか、なんで生き残ってんねん、ゾンビ。お前今倒してなかったか、俺。食われたし。持ってかれたし。あ、これきついね。無理じゃない？あの魔導騎兵突破できないし。ウィッチがね、一方的に殴ってくるし。これきついな。これきついな。おーおーおー、きついな、マジで。どうしろってんだよ、俺に。あと、オークで守ることしかできないよ。オークで守ったところでね、相手はね、なんか、宝箱がね、待ち受けてんだよね。口を開けた宝箱が待ち受けてる。よしよしよし。やばいな、これもう。これ落ちたんちゃう？どうだろう。どっから入ってんだ、これ。どっから入ってくかわかんないっていうね。やばいよ。まずいよ。まずいよ。相模。きつ。無理だわ。無理ゲー、無理ゲーっすね、これは。さあ、次は勝ちに行きたい。おーな、めっちゃ取られるやん。はい、次の試合、三角ヘッドさん。相手はヌボボリーダー。またまたね、今の旬のキャラを使ってきていますね。ただこっちはね、旬もクソも関係ない。リザードマンに多く。これが革命軍。やっていきたいところ。鼻詰まりが広いね。ここは俺は大砲打っていく。オジハムなんで、三つ目取りたいな。ヌボボいるからちょっときついかもしんないですけども。取れたらでかい。取れたらでかいよ。取れたらでかい。取れたらでかい。てやー小さい。お、いいね。チビドラ。よし、いいよ。爆発、いいよ。よし、取れる。ナイス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 。ここ多く。おやつ返し。おやつ返し。さてと、おやつ回収して、剣士は見て。よし、こっからは、相手の様子を見よう。クレフラがいるね。これきついぞ。これきついぞ。とりあえず、ここ、多くで、砦削りに行きましょうか。いや、後ろの多くで削りに行けばよかったーとかってね。今、後悔するやつ。2体の多くにはね、さすがに、スケルトンもね、ひとたまりもないでしょう。ねえ、オジハウ頑張って。きついな、オジハウやられそうだな。
さあ、頑張れ。いやー、やばいな。一回崩れ。よし、ナイス。ナイス、いいよ。さあ、こっからはね、どういう風に攻めていけばいいかわかんないですけど。爆発、いいよ。重ねていこう。オーク、ガサネ、リザードマン。あんまり今、重ねとかね、オークに重ねるっていうかね、もう、もはやオークがいらないっていうね、そういう環境なんで、まあ、どうなのかな、この戦法が。ってところなんですけども。吹っ飛ばし、いいよ。ここに壁置く。壁置いて、いいよ。吹っ飛ばし、いいよ。で、エルフ。こっからはね、これで、残り30秒なんで、押し返してくることはないとして、ここで剣士出すと大型来るでしょ？大型来たら上に流す。よし！あと19秒。たどり着いてくれ。俺らの軍、たどり着いてくれ。頼むぞ。あ、無理だ。無理だ、これは。無理だな。きっと無理だ。いやー、悔しい。これね、クレフラがいなかったらいけたかもわからん。あー、惜しいな、おい。惜しいっすね。対戦ありがとうございます。はい、というわけでね、今回ね、もう何十戦とやってきたんですけども、もう勝てなさすぎるんで、もうここら辺で終わりにします。というわけでね、ここら辺で終わりにします。チャンネル登録、高評価、コメントの方、よろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあね。